皆さんこんにちは、ゆずきです。本日の動画は新年ルックブックになります。2024年、今年もね、たくさんルックブックを撮っていこうと思うんですけど、今年最初のルックブックの動画ということでね、ちょっといつもよりも気合を入れてコーディネートを組んでいきたいんですけど、今回はいつもみたいなルックブックじゃなくて、コーデを組む段階もお見せしたくて、よくどんな風にコーデ組んでるかっていうご質問もいただきますし、せっかくなのでいつものコーデが出来上がるまでの過程もお見せできたらなと思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速スタート。はい、ということでコーデを組んでいくので、一緒にクローゼットに行きましょう。はい、クローゼットにやってきました。今回はコーデグミまでお見せするので、3コーデ組んでいきたいと思うんですけど、まず1つ目、絶対今回のルックブックで使いたいなと思ってたアウターがあって、よいしょ、このふわふわのアウターをメインにコーデ組んでいきたいと思います。はい、いつもねこんな感じで地面に広げながらコーデを組んでいきます。これトグルボタンでめちゃくちゃ可愛くない？このアウター存在感抜群で、素材感も華やかなので、シンプルにデニム合わせにしようと思います。ということで私のデニムコーナーどうしようかな。でもこんだけ明るいとアウターのカラーがアイボリーなので、色合わせが春っぽくなっちゃうので、ちょっとダークなカラーのデニムを合わせようかなと思います。これちょっと久しぶりに履こうかな。このアウターがこういうね、ちょっと首が開いたようなデザインなので、季節的にもハイネックがいいかなと思います。少し色物も足してもいいかなって思うので、ちょっと見に行きます。はい、この辺のニット類、なんかボーダーとかこういう赤のハイネックとかのニット合わせたいなと思うんですけど、これがねハイネックのニットなんですけど、ちょっと着膨れしそうなので、こっちのグレイルの薄めのリブニットを合わせようと思います。最後に小物類ですね。トグルボタンがブラウンだったので、こういうブラウン系のハンドバッグでもかわいそう。どうしよっかな。じゃあこのねツイードのチェック柄のバッグにしたいと思います。じゃあ最後に靴を選びに行きましょう。玄関来ました。でバッグがブラウンなので、ここはシンプルにね、やっぱブラウンのローファーとかフラットシューズ系を合わせようかな。ブラウンのシューズだとこの辺があるんですけど、こっちのローファーだとちょっとカチッとしすぎてて、アウターがトグルボタンだったのでちょっと印象が合わないなっていう感じなので、こっちのフラットシューズにします。はい、最後に髪型なんですけど、トップスがボリュームたっぷりなので、そのままね髪を下ろしてしまうと、私は丸顔なのでかなり顔が膨張して見えてまうから、ちょっとコーデの大人っぽい雰囲気に合わせてローポニーテールをしたいと思います。はい、ということで1コーデ目完成しました。はい、今回はこのアウターを絶対着たいっていうね、メインのアイテムを1つ決めて、そこから順番に組んでいくような感じだったんですけど、デニム合わせですごいシンプルなんですけど、このトップスの色がすごいコーデの差し色になってくれますし、とにかくこのアウターの存在感が抜群で、高級感のある大人っぽいコーデに仕上がったかなと思います。いつもね、コーディネートが出来上がった状態でコーデのポイントをお伝えすることが多かったので、選んでるところも動画を回すのはすごい新鮮で、なんかちょっとだけ楽しかったです。では続いて2コーデ目組んでいきたいと思います。はい、2コーデ目組んでいきます。さっきが、デニムを使ったコーデだったので、2コーデ目はスカートを使ったコーデを組んでいこうかなと思うんですけど、スカートどれにしよう。この辺のねシルキースカートもお気に入りですし、このラメのスカートもめっちゃお気に入りなんですけど、よくねインスタにも載せてるし YouTube にも載せてるので、なんか違うやつ。はい、ちょっとこのね、分かりにくいか、このベロアのスカート、このベロアのスカートをまだプライベートで着てなかったので、これにしたいと思います。これが結構ねタイトフィットなシルエット、でも裾はナチュラルなマーメイドって感じだったので、トップスはオーバーサイズのスウェットかニットがいいかな。タイトフィットなスカートにオーバーサイズのトップス合わせは骨格ナチュラル大優勝なので、ちょっとそのコーデをしていきたいんですけど、どうしよっかな。このスウェットが私なんか地味にあんまりなくて、これさっきみたいにねパンパンパンとコーデ決めれる時もあれば、こんな感じで頭を抱える時もあります。はい、決めました。このねシーンで買ったネイビーのスウェットを合わせたいと思います。はい、合わせてみるとこんな感じなので、ちょっと次はアウターを選びに行きます。結構黒かけるネイビーで暗い色やから、明るい系のアウターが欲しいな。でもスウェットやし
でもベロア素材やしってとっても難しい合わせをしているのでどうしよう超迷う。一旦ちょっとこの中綿ベスト合わせてみます。あ、合いそうやな、合いそう合いそう。じゃあちょっとこれで小物類も合わせていこうかな。ちょっとねスウェットに中綿ベストでカジュアルな感じなのでニット帽とか被ってみようかな。で色は黒かこれ迷うから両方持っていきます。バッグはねもう決まってるんですよ、絶対この黒のハンドバッグ。ベロアスカートが綺麗めのアイテムなのでそこと合うようにバッグも綺麗めのハンドバッグがいいと思います。はい、最後にシューズです。これはでもシンプルに黒のブーツで良さそう。髪型というかニット帽をかぶるんですけど、ニット帽はじゃんこっちのブラックにしました。アイボリーでもいいかなと思ったんですけど中綿ベストとそのニット帽の色味が絶妙に違くてそれが気になったのでこっちの黒にしました。じゃん、2コーデ目はこんな感じに組んでみました。はい、綺麗めアイテムのベロアスカートにスウェットと中綿ベストで綺麗めとカジュアルの要素を掛け合わせたコーディネートなんですけど、このコーデはねまあまあ組むのに苦戦しましたね。ゆるっとラフな感じもありつつハンドバッグとかナチュラルなマーメイドシルエットのスカートで女性らしさも加えられたコーデでとってもお気に入りです。それでは最後3コーデ目組んでいきたいと思います。はい、ラストラスト。最後はちょっとニットもスウェットも使ったのでシャツコーデ組んでいこうかな。どのシャツにしよう、これにしようかな。この割と前に買ったマスタードカラーのシャツをメインにコーデ組んでいきます。ちょっとこれは先にアウター選びに行きます。もうこのシャツは絶対にロングコートと合わせたいから先アウターを決めちゃおう。アウターロングコートこれですね、黒か赤か白、黒ありやな、黒にしよう。このシャツに黒のロングコートということでボトムスは何でもいけそうやな。こういう合わせにキャップとかかぶってもかわいそう。黒のキャップがないんですよね私、そう欲しいと思ってて、ちょっと今ピンとくるキャップがないのでボトムス合わせてからキャップかぶるかかぶらないか決めますね。ボトムスはパンツがいいのでシンプルに白のコットンのカーゴパンツかシンプルにデニムでも良さそう。いや、白のコットンカーゴパンツにします。うん、キャップかぶりたいな。カーゴパンツの色に合わせて白ベースのキャップで、ここのキャップのロゴがグリーンなのでグリーンのマフラーちょうど持ってるのでそれ合わせます。うん、めっちゃ可愛いこの色合わせ。じゃあ最後にバッグとシューズです。バッグはまあコーデの邪魔をしない小さめのショルダーバッグとかがいいかな。もうバッグありすぎてわからん。あ、これにしよう。これね、アウトレットで買ったラコステのショルダーバッグです。ショルダーバッグの割にねしっかり物が入るからめっちゃお気に入り。これシューズはやっぱりスニーカーがいいので、まあ、この白かこの黒かな。でもパンツが白だったのでシューズのもそのまま白系でいきたいと思います。はい、ということでさっき選んだキャップをかぶります。今回のコーデが結構韓国っぽいカジュアルコーデなのでこの後ろ三つ編みとかしても絶対可愛いと思います。で、このキャップのロゴのグリーンと合わせて選んだグリーンのマフラーをつけます。じゃあ3コーデ目はこんな感じに仕上がりました。はい、今回はシャツとロングコートを使ったコーデをしたいと思っていろいろ組み合わせてみたんですけど最後はこんな風なカジュアルコーデに仕上がりました。こういうイエロー系のアイテムとグリーンを合わせたことがなかったんですけどこの色合わせもすごい可愛いですよね。グリーンも深いグリーンやしイエローのカラーもスタード寄りのカラーなので派手すぎず挑戦しやすい色合わせやなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。私の新年ルックブックでした。今回は初挑戦の感じでルックブックを撮ってみたんですけどいかがでしたでしょうか。もし好評やったら第2弾もやりたいなと思うのでまた見たいなと思う方はぜひコメントください。だいたいメインのアイテムを1つ決めてそこからどんどん足していくっていうのが一番組みやすいと思いますし、あの最後のコーデみたいにこのキャップのロゴがグリーンやからマフラーもグリーンにしようみたいな色合わせの広げ方とかもよくするのでぜひ真似していただけたらなと思います。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。